第69回愛媛県学生書道展が2月12日と13日の2日間、松山市堀之内の県美術館南館で開かれました。これは愛媛県習字教育研究会が毎年行っているもので、未就学児から高校生まで県内の学校や書道教室に通う子どもたちの作品が展示されています。会場には皇室、藩士など4つの部門で出展された作品合わせて978点が並んでいます。賞を取っている作品というのはやはり形がとても上手であることと、また選出にもこだわっている作品っていうのがよく選ばれていると思います。普通に書くだけじゃなくって筆の先まで自分でコントロールされているような作品が多いかなと思います。展覧会では去年から始めました筆豆チョイスというイベントをしております。これは実際こう形が綺麗とか選出がどうとかっていうのでいい賞に入っていないものでも題材選びで楽しんでもらっているとか、こちらで選ぶ方で面白いなと思った作品に対してチョイスという形で別にちょっと光が当たるようにしています。来年は愛媛県学生書道展は70回の節目の年となっておりますので、毎年来ていただいた方に楽しんでいただけるようにと思って工夫しているんですけれども、来年は切り目でより楽しんでいただけるように工夫しようと思っております。期待してください。書道の普及発展を目指して続くこの学生書道展、訪れた人たちは子どもたちのさまざまな思いが込められた作品を楽しんでいました。